いらっしゃいますか？あ、はいはい、いますよ。あ、鈴木さん、こんにちは。あ、こんにちは。嬉しそうですね。何かありましたか？あ、今日は久しぶりに孫が来てくれたよ。あ、それは良かったですね。確かサマースクールでしばらく遊びに来てなかったんでしたっけ？あ、そのサマースクールも終わって夏休みに入ったそうだ。それじゃあいっぱい話されました？話せた話せた。いやー、孫と話すると楽しいからな。いや、今はお孫さんじゃなくて鈴木なんですけどね。ああ、そうだそうだでも鈴木さんと話すのも楽しみだよ。いつもいろんなことは聞かせてくれるからね。いやー、でもいつも心配してくださったり、またアドバイスいただいてばっかりですけれどもね。うん、そう、落ち込みなさんが鈴木さんがこうして来てくれることも感謝してますよ。そう言っていただくとありがたいです。じゃあ田中さん、この間おっしゃってた筋の痛みどうですか？ああ、あれな、鈴木さんのアドバイスの体操をしてたらだいぶ良くなったよ。そりゃ良かった。じゃあいつもの健康チェックを兼ねてちょっと体を動かしていただいていいですか？ああ、いいよ。じゃあ行きますよ。はい。まず頭の方、じゃあ右をずっと向いてください。はい。じゃあ今度ゆっくり左の方行きましょう。